お食事がちょっとすごい興味があったのが、あのご飯どうしてるんですかってスタッフの方に聞きましたら、ご飯2回出るんですって言うんですよ。2回ですよ、食事が。で、ご飯を炊いてるんです、お店でご飯を炊いてるみたいで、お弁当配達してくれる人がいて、2回昼と夜食事が食べられるという、お腹いっぱい、そういうオプションがついてらっしゃるんですね。そうですね、それすごいですね。日本じゃなかなかないので、勤務時間の中でも、30分、30分、2回、さっきまあすごい忙しい時はちょっとわかんないですけど、まあ、忙しくても食事を食べる時間っていうのを設けていただけるっていうふうに聞いたんですよ。そうです、ね、さっきは時間になったら、はい、一旦食事にして待ってください、はい、なかなかそういうふうにこう考えてらっしゃる経営者の方って、やっぱり忙しいと、まあ、食事も取らないのが当たり前でしょっていうのがうちらの美容の世界だったりするんですけど、このような形にちゃんとその食事はしっかり取りましょうっていうように考えられてるっていうような、お店で働くっていうのは一つ、まあ、体の部分でも気持ちの部分でも、リフレッシュした気持ちでお客さんに接客できるのかなっていうふうには思いますし、 CC プロジェクトをやるにあたっても気持ちよくできるんではないかなって、すごく今日来て感じたのは、これ僕の意見なんですけど、すごくあったかいサロンで迎えていただきましたし、皆さんすごくフレンドリーなスタッフが多いんで、すごく僕はいいイメージがこちらのサロンに本心であるんですけれども、コー43、タンポポヘアの、コー43の方に新しい CC というプロジェクトについてちょっとお聞きしたいと思います。三水駅というところから今日歩いてきたんですけれども、大体5分から10分ぐらいの、ぐらいで来れるかなと、このぐらいの距離の位置にあります。CC、アルファベットの CC プロジェクトっていうのが、まあ、ありまして、まず一つがカラー、もしくはケア、もう一つはケアの C なんですが、これ CC っていう名前を付けた由来っていうのは何か理由があるんですか？そうですね、実はもう一個の C がありますけれども長くて、もう一個の C がカラー、ケア、はい、カルチャーです、文化、カルチャー、なるほどですね。そってことはカラー、ケア、それからもう一個の C はカルチャー、じゃあ CCC ですね。長いですね。C が3つです、はい、簡単 CC です。そのカルチャーも一緒にっていうような考えなんですね。あ、素晴らしいですね。いいですね。その CC プロジェクトに参加するのに、年齢制限や性別っていうのは何かございますか？基本的にはないんですけれども、はい、できれば20代、30代がいいかもしれません。はい、ビザの関係とかそういうことでしょうか？そうですね、ビザ、まあ、韓国に住んでいる日本人の場合にはビザの問題はないんですけれども、はいはい、体力が必要だと思います。そうですよね、はい、CC プロジェクトで、一緒に仲間として働いていただくときに、働く時間とか、まあ、主婦の方だったりも、韓国の方とご結婚されている方もいらっしゃいますし、働く時間っていうのはどうなってるんでしょうかね。主婦の場合には結婚してるから主婦じゃないですか。はいはい、午前までには時間大丈夫です。はい、ではい、午前出勤して午後まで、はい、そうですね、働いて家に帰ります。はい、そしたら夜には誰もいないじゃないですか。そうですね、それ大変じゃないですか。そうですね、そこは、はい、はい、じゃ反対に、はい、ワーホリー、あ、はい、ワーキングホリデー、ワーキングホリデーとか、はい、過去に通いながら仕事をする人もいるんです、はいはいはい、その方の場合には反対です。あ、なるほどですね。午前中には過去に行って、はい、夜は出勤します、午後、はい、に、はい、だから全体的な店の全体の時間で見たら問題がないです。あ、ちょうどいいようにその時間が使われる感じになりますね。そうですね、ワーホリの方ばっかりになると夜はいるけど朝がいないっていう感じになっちゃうんで、いろんな方が、まあ、主婦の方でも来ていただけたらすごくありがたいなという感じでしょうか。その以外に、はい、韓国に来る
人の中にいろんな仕事を持てる人がいるんじゃないですか。はいはい、あの幼稚園とか、はい、働いていた人もいるんですが、はい、その方も一緒に働いたら、はい、こちらでもあの例えば、韓国で病床をやられる方は、まあ、問題はないと思うんですけれども、日本で、これからその日本の在日の方で例えばこちらに来たい、それから、やりたいという場合はやっぱりその資格が必要になるわけですよね。そうですね。韓国での資格っていうのは大体どれぐらいで取得できるんでしょうか、美容免許というのは。そうですね、日本と韓国 その勉強の取るために、はい、いろいろちょっと違うことあるんですけれども、はい、一旦日本の場合には、はい、美容学校2年卒業しなければならないんじゃないですか、はい、その聞いたことだけで、はい、韓国の場合には大丈夫です。あ、なるほど。だから、はい、あの韓国に美容学校を卒業しなくても受けることはできますし、はいはい、の小学生にも持っている人もいるんですね。え、本当ですか。あ、本当です。小学生でも美容免許を持っている人がいるんですか。本当は知ります。え、小学生で取れるんですか。はい、どのくらい通えば取れるんですか。条件ないです。条件はないですか。はい、投資の条件とかも全然ないです。普通の人で半年ぐらいで取れるっていうことを今聞いたんですけれども、ということはじゃあ中学生とかでも取れるってことですね。そうですね。はい、ということは中学、あ、まあ、仕事はまあ中学校から働くってわけにはいかないと思うんですけど、まあ、中学校から働ける権利はもうそこでもらえるというような形ですかね。ちょっとそれは日本ではなかなかちょっとないことだったので、ちょっとびっくりしたんですけれども、日本でまあその集中してやれば日本でその2年間、まあ、びっちりこうやるっていう形じゃなくて、まあ、集中してやればもう半年ぐらいでやることは可能ではあるというようなことですね。そうですね。はい、日本の場合には年で1回ですか、ね。はい、韓国の場合には毎週です。なるほどです。年50回ぐらい。はい、50回の試験があります。はい、結構最近韓国に憧れて日本から出ていきたいっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、やはり一番問題になっているのはやっぱ語学の問題だと思うんですよね。何か韓国にただ憧れて働いてみたいと、そういうふうに思っている、安易にちょっと考えてしまっている方も多いと思うんですけれども、やっぱりその語学っていうのはなかなか難しいですよね。そうですね、引きの問題が一番多いだと思います。はい、まずはですか、ね、資格は取るのも一つですけど、まずその前にしっかりした語学の自分なりその勉強をして、でその土台を作ってからっていうような形を作らないとやっぱ難しいですよね。先は韓国語ですね。ああそうです。あ、韓国語、はい、韓国語レベルあるんですけれども、高級くらいは必要だと思います。それ韓国語はある程度のゼロのレベルから、何もない状態から行っても大丈夫なんですか。それともある程度日本でそれなりに基礎を勉強してから、そこに変えた方がスムーズなんでしょうかね。韓国語なら、はい、レベルが6まであるんですけれども、はい、1から6まであるんです、6が一番上なんですけれども、はい、少なくても2ぐらいは2級くらい、はい、レベル2までは必要だと思います。はい、もう韓国に行ったらすぐに韓国語がうまくなることでは全然ないです。あ、なるほどです。文法的な、はい、基本的な文法とか、はい、挨拶とか、はい、読み方で 読むこととかは必ず必要ですね。はい、あ、まあ、ちょっと最後になってしまうんですけど、この CC プロジェクトについてこう何かお伝えしたいことって何かありますかね。在日の場合は、はい、韓国に住みたい、はい、韓国が好きという人もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、その方から見たら、はい、微妙 なんとか文化も韓国の文化と日本の文化が混ぜて、はい、ちょっと大変なこともあったと思いますけれども、はいはい、それは韓国も一緒なんです。あ、獅子なら、はい、その文化も理解ができるんですね。はいはい、店の中に、はい、獅子の中に日本人も韓国人も、はい、その文化も混ぜて、はい、理解ができる雰囲気、お客様もそうなんですけれども、はい、だから
できれば在日の方がいらっしゃる場合、はい、まあ、韓国になんか住みたい、はい、POC がいらっしゃったら、はい、一緒に参加して。ああ、いいですね。すごくいいプロジェクトだと思いますね。まあ、一番はやっぱりその韓国の、まあ、ご結婚とかされた場合はまあ、ね、おめでないと思うんですけれども、まあ、いろんな皆さんの状況あると思いますので、そういう、まあ、ちょっとこう気になるなとか、そういう方はぜひあれですね、どういうふうにこちらのタンポポヘアさんの方にご連絡すればそれは大丈夫なんでしょうかね。お問い合わせだったりとか、もしそういう方がいらっしゃった場合は、その場合には、はい、字幕、はい、この下に、あ、そうですね、カカオトとか、カカオトークと LINE と Facebook と、あとホームページもありますね、はい、こちらの方に説明欄の方に書かせていただくので、では、タンポポヘアさんですね、こちらの、お店で、今日はちょっと夜遅くなってしまったんですが、まあ、髪切っていただいて、うちスタッフ2人とも切っていただいてですね、結構、手早くですね、ちゃちゃちゃっと切ってもらってうまいなと思ったんですけど、マッサージもすごく気持ちよかったので、マッサージして、髪の毛もちゃちゃっと切っていただいて、あっという間に終わってしまって、すごいなって、手早いんですよ仕事が、すごく良かったですね。ちょっとこの辺夜になると暗いんですけど、タンポポヘアさんの看板すごく目立つので、歩いてると分かるかなと思います。駅からも近いので非常に働く人もいいかなと僕は思うんですけどね、はい、皆さんいいスタッフの方が多いので、きっと温かいサロンなのかなっていう感じには印象を受けました。遊びに来てください。はい、はい、遊びに来てくださいということで、今日すいません遅くまでありがとうございました。わざわざありがとうございます。はい、では皆さん説明欄の方を下に載せておきますので、そちらのご確認してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。